西本イズザ YouTube。 この有名人、はい、やってたやってないクイズ二択ですね。二択です、はい、やってるかやってないかです、はい、何とは言いませんが、やってるやってないです。なんとなくわかります。はい、沢尻エリカ、やってる。田代まさし、やってる。アスカ、やってる。伊勢谷友介、やってる。小向井美奈子、やってる。推しを学ぶ、やってる。牧原のり、やってる。清原和博、やってる。酒井のり子、やってる。ピエール滝、やってる。健直子、やってる。三河健一、やってる。尾崎豊、やってる。井上陽水、やってる。錦野明、やってない。あれですか。終わりです。おお、一問だけ間違ってました。最後ですか。はい、やってますよね。やってないにしとこうかなと思って。やってますよね。正解は全員やってるでしょ。そうですよね。何とは言えないけど、僕はやってないです。昔はやってたかもしれない。グレーゾーン、宮迫さんみたいな感じです。グレーです。どのあたりで気づきましたか。あ、この問題結構最初分かんなかったんで、酒井紀子さんぐらいのとこであれと思って、まあでもそんなドストレートな質問じゃないだろうって思ったんで、最後はやってないって言いましたけど、心の中でめちゃくちゃやってんだろうなって思いながら言いました。なんか敏感ですか、そういうニュースに。めちゃくちゃ敏感ですね。ビンビンに敏感に反応しますね。白い乗用車見ると疑いますね。なんかいつも扉開けると斜め前の道路にワンボックスみたいな白い車が止まってて、いつもまあ外出るときサングラスしてるんですけど、普通のメガネに変えて中誰いるか見るぐらい敏感になってるんですけど、まあでも、もう一切そういうのはクリーンなんで、大丈夫だと思います。まあでも昔固くっぽいのは受けたことあるんですけど、その時は普通におまわりさんだったんですけど、だからリアルな人の話を聞くと、本当に一人に声をかけられて、その後複数が後ろからスーツで来るっていうのを聞いて、恐ろしいなっていうので、僕はもうそういうの一切、青春の頃の話なんですけど、まあです、今そういう話を聞くとは怖い、やめといてよかったなと思います。普通にもうね、今出た人もみんなクリーンですか。いや、みんなクリーンですね。ワンチャン田代さんだけはちょっと怪しいですけど、多分やってると思います。でも飛鳥さんとかは絶対やってないんじゃないですかね。チャゲアス俺大好きだったんで、復活してほしいなって、ライブ行きたいなっていうか、いやいやいや決めて歌いたい、あ、間違えた、いやいやいや歌いたいなっていうか、一緒に歌いたいです。まあ、2023も結構いろいろ面白い企画を考えてやっていきたいですし、まあいろいろコラボレーションっていうのもやっていきたいので、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。今年もぜひよろしくお願いいたします。最後に、西本イズザ YouTube でした。